わしばやハイランドは岡山県倉敷市下津井にある遊園地。以前のキャッチコピーは瀬戸大橋の見える遊園地。現在はブラジリアンパークわしばやハイランド。1971年8月13日開業。当初はドライブイン形式であったが徐々に遊具を設置。1986年に敷地を広げ、 つくば万博より移設したスタンディングコースターなど4つのジェットコースターを、はじめ各種絶叫マシーンも備えた遊園地としてリニューアル。1989年よりピエロのバルジアをはじめとしたブラジル人メンバーを導入。ブラジルメンバーは徐々に名物として定着していき、2006年よりブラジリアンパークとしてリニューアルするに至る。正式名称はブラジリアンパーク。 和柴山ハイランドだが、通常は和柴山ハイランドで通用している。ブラジリアンという名の通りブラジル産場所が朝昼夜問わずに行われている。入園券はフリー券扱いになっており、年中無休で、土、日宿日はナイター割引きもある。園内は見晴らしがよく、瀬戸内海及び瀬戸大橋が眺望できる。数々の絶叫マシンと観覧車、バンジージャンプ、 お化け屋敷、プール、アイススケートがあり、ホテルもいくつか隣接しているので泊まりがけのレジャーに良い。また、この遊園地にあるバックナンジャーという後ろ向きに走るジェットコースターで2001年に2人の人物が1050回、時間にして35時間30分もの間、ジェットコースターに乗り続けるという記録を達成し、ギネスブックに掲載された。園内にある スカイサイクルは地上16メートルの上空で自転車こぎを体験できることもあり、世界一のスリルと展望が楽しめると評されている。これは知る人ぞ知る日本一怖い絶叫マシンと評されることもある。岡山県民の間ではよく遊びに行くテーマパークの一つとして挙げられる。京阪神や中国四国地方からの遠足、修学旅行も多く、 千堀公園亡き後の岡山のランドマークとしての役割を担っている。2014年4月より吉本工業のお笑い芸人であるデニスがアミーゴ大使に就任。上記二つは同じコースを走行する。バックナンジャーは後ろ向き、スタンディングコースターは立った状態で乗車する。1985年に開催された国際科学技術博覧会に存在したコースター。 スタージェットを移設したもの。下津井瀬戸大橋を望めるレストラン、グーニーズ、岡山県倉敷市下津井吹上3031、公共交通機関 JR 西日本本市備村線、小島駅から家電バスに乗車、和柴山ハイランド遊園地前停留所下車。所要10分。とこは、以後は1時間間隔であるが、下津井線は朝夕1.5往復のみの運行となっている。 自動車瀬戸中央自動車道小島インターチェンジから3分ありがとうございます